あのバルステッド王国が滅亡して10年という月日が流れた。ライラが向かっているファンタジア王国は最古の国とまで言われており、ギルドは世界最強候補まで言われているのだ。災害級のモンスターが来たぞ、逃げろ。災害級とは、ギルド本部が定めた危険レベル上からも番目にヤバい。5個の中では一番下だが街を破壊するレベルなのが災害級。ダメだ、この村はおしまいだ。ジャマフローズンフレア。災害級のモンスターに氷の炎が炸裂。あの人は時間がうるさいから急ぎましょう。女の人は去っていきました。ここがファンタジア王国。デカすぎなのは気のせいかな。ファンタジア王国の広さは北海道6個分の広さです。ライラはギルド本部に向かっている最中です。あ、ここがついてよかった。ようこそ、ファンタジア王国のギルド本部へ。話しかけてきたのは紳士みたいな格好をした男性でした。あの、ここに呼ばれてきたのですが、どうしたらいいですか？と言ってライラは手紙を渡した。すると黒髪で巫女服の女性が入ってきた。これはこれは白霊の巫女様。この子を私もあいつに呼ばれてるから通してくれる？問いライラに指を指す。わかりました、いつもの部屋へお進みください。男性は手紙をライラに返した。そこのライラ、メルラです。ライラね、私は白霊霊夢、よろしくね。よろしくお願いします。霊夢さんってこの手紙の差し出し人って知っている方なんですか？歩きながら話していると霊夢が口を開きこう言った。ヤクモユカリって知ってる？え、有名人じゃないですか。ヤクモユカリは全ギルド本部の創設者であり、危険レベルやランク等のことを決め、ランクはナインスとかなりの実力者。確か種族は妖怪で千年生きてるとか生きてないとかの噂が絶えない超有名人である。10年前私たちがもらったこの手紙はいわばゆかりからの招待状。調べたら、私やライラも含む大勢の人が招待状をもらっているの。資産家やギルド本部の投資者もね。そんなに大勢の人を呼んで一体何をするんでしょう？さあ、ゆかりは何をするのかは私にも知らないわ。そろそろ着くわよ。扉を開くと料理屋シェフなどの大勢の人がいた。お前がライラ、メルラか。といきなりフードをかぶった謎の人物が現れた。侵入者だ。取り押さえろ。ガイアは消えろ。ナイトメアです。結界。血の匂いが会場全体に伝わる。そして見てしまった人たちは驚愕した。なんせ目の前で人が死んでしまったのだから。さあ、パーティーの始まりだ。次回激戦。